マレク・アルテールは、フランスの作家、画家、平和運動家。ワルシャワ生まれのユダヤ人で1980年に、フランスに帰化。作家として、ユダヤ人の歴史について、多くの著書を発表するほか、平和運動家として反ユダヤ主義をはじめとする、人種主義への抵抗、中東和平、飢餓対策、仏路関係などに貢献している。 マレク・アルテールは1936年1月27日、ワルシャワに生まれた。父サロモンは印刷所を営み、母パールはイーリッシュ語の詩人であった。1939年9月1日、ナチスドイツ軍がポーランドに侵攻。ワルシャワを占領し、ユダヤ人居住区を隔離地域とした。アルテール一家は、父サロモンの友人でカトリック教徒の協力を得て、 独ソ開戦前にゲットを脱出し、ソ連赤軍が占領したポーランド東部へ逃れ、さらに、ウクライナを経て、モスクワに到着した。モスクワ滞在中に、妹のベレニスが生まれたが、間もなく、ドイツ軍がモスクワへ進撃したため、再び、ボルガ川に近い村、ノボウゼンスクへ、さらに、ウズベキスタン東部の交換度へ逃れた。交換度にはすでに100万人以上の難民が、 到着していて、セキリアチフス飢餓に苦しみ、多数の死者が出ていた。アルテールの両親が入院し、幼い妹ベレニスは、託児所に預けられたが、間もなく合死したと知らされた。ある日、医者がやってきて、両親の命を救いたかったら、米を手に入れなければならないと言われた。アルテールは、ロバが運ぶ袋に穴を開けて米を盗んだ。見つかって殴られたが、 以後も盗みを働きながら生き延びたという。1950年、アルテール一家はパリに移住した。51年、イスラエルの器物で労働に就いたが、画家を目指していたアルテールはパリに戻り、エコールでボザールに入学。1954年、アルゼンチンで初めての個展を開いた。1966年、マドリッド滞在中に、作家、政治家のホルヘ・センプルンに出会い。 翌67年、共に交渉に基づく中東和平国際委員会を設立した。1968年の5月革命では、画家として多くのポスターを制作した。1976年、中東和平のために描かれたデビュー作、道家主と王たちを発表。政治、哲学、歴史部門の文学賞である教賞を受賞した。 1980年、ベルナール・アンリレビ、ジャック・アタリ、フランソワ・ーズ・ジルー、アルフレッド・カストレル、ギ、ソルマンラと非政府組織、飢餓に対する行動を結成した。同組織は、現在、世界50カ国で活動を展開し、7500人が参加している。1984年、アルレム・デジールらを中心とした人種差別撤廃を訴える団体。 SOS 人種差別の立ち上げに参加した。1991年、アンドレイ・サハロフの協力を得て、モスクワ大学内にフランス短期大学を設立した。その後、カザフスタンのアルマトイにも同様のフランス短期大学を設立した。1994年、彫刻家の妻クララ・アルテールと共に、第二次大戦中にユダヤ人を助けた偽人を描いたドキュメンタリー映画。 チェデック、偽人を制作した。チェデックはヘブライ語で正義の意味である。2003年、サンクトペテルブルク氏の剣と300周年を記念する式典にフランス代表として参加した。クララール・テールはこれを記念して、建築家ジャン・ミシェル・ビルモットと平和の塔を制作した。この塔には世界32カ国語で、 平和の文字が書かれており、アルテールとビルモットは同様の思考のモニュメントとして、広島の平和の門突破りのシャンド・マルス公園の平和の壁を制作している。また、アルテールはこれを機会に、聖書の女たち全三巻を発表した。2008年、アルテールの辞典には、語気や不正確な記述が多いことが指摘され、波紋を読んだ。同年。 レジオンドヌール勲章オフィシエを送られた。ありがとうございます。